よし、オッケー。じゃあ行こう。前回のあの聖地で、私が何をしたいのか分かった方がいるかもしれません。あの広さでできることは少ないからな。あの聖地もまあまあ大変でしたが、あれはまだ基盤、序盤に過ぎないのであります。そして今は新しく道を繋げているところであります。ということで今回からゆっくりとこの場所に街を作っていきたいと思います。はいそこ、テンプレだなとか言わない。正直バニラのマインクラフトでは街作るか施設作るかしか楽しみがないですからね。個人の感想です。あと一人だと寂しいので村人を招集したい。個人の感想です。そうなると自然に街づくりになるわけですよ。個人の感想です。シリーズスカイラインをプレイした経験があるループ主にとってはこの程度サクッと作っちゃうよ。30分プレイしてあって放置状態になってますけどね。倍速中に、ちょっとご紹介。視聴者さんからなんと用意いただきました。はいどん。私の名前が変わってることは置いといて、見ろよこの画力。ループ主が絵を描いてもどんなモデルも全てクレイゴーレムになっちゃうんですけどね。右下にメッセージもらってるけどこれは私宛てということで一応モザイクかけさせていただきます。ニヤニヤしながら画像を見てループ主が容易に想像できるな。よし完成しました。道です。誰でも皆わかるわ。しかし平凡な道だな。今のボケとツッコミみたいに。むやみに改造して失敗して自爆するよりかは安全な道を通りたい主義ですから。石橋は通らないですから。さてここに街を建てるわけですが、建材が足りません。つうことでネザーに行こう。ネザーで手に入るブロックはいろいろ有能なものが多いからな。ネザーラックは火が燃え続ける。グローストーンはおしゃれ。ネザーゲートは、ここに建てることにしました。やっぱりゲートは自分近くにあった方がいいよね。新しくそれ専用の施設を作るのも考えましたが、こういう洞窟っぽいところにゲートがあった方がロマンあるじゃん。そうです。こいつはロマンを求める系実況者です。というかマインクラフトなんてロマンを追い求めるゲームだからね。さて、このまままっすぐ掘ると、ブランチマイニングの直下掘りの場所があらわになってしまいます。そうなると必然的に少しこっち側にしなければならないということか。よし、ということでちょっと奥を石で埋めてここを最後にして、そこにゲートを作ることにしました。そして火打ち石を忘れる万年初心者の鏡。どうしてもこれだけは忘れてしまうって感じ、みんなわかってくれる？持ってきました。やっぱり岩の中にあると今まで隠されてた感が出てかっこいいな。ここの装飾はネザーで材料を手に入れてからもう一回しましょう。はい、主語。では行ってきます。脳が、震える。あ、石を持っていくの忘れてたわ。ここまで来てまだ忘れ物かよ。脳が、震える。あ、あれ？今回も聖書ゲートができたっぽいな。しかも今回は出入り口なしかよ。友達の弟くんも見てるかもしれないのになんだこのグダグダっぷりは。手口がなければ作ればいい。おらら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 。溶岩が来た。そんなダーウィンが来たみたいに言わなくてもいいんやで。いやそんなつもりはなかったんですけどね。しかし無敵防具の前では無意味なんだよな。お外に出たぞ。周りには何もなさそうですね。とりあえず帰りますか。建材も手に入ったことだし、ここで一つ、何か建ててみましょう。はい、作りました。天カットかよ。教会です。教会。え、一番初めに建てた家が教会？嘘やろ。それで花かを見に行きましょう。中は想像以上にしっかりした教会だった。よくある感じですけどね。これくらいの広さならまあこじんまりとした教会がベターかと。今回は雪ブロックを使いたかったので、教会にしたって感じですね。ここにしっかりネザーラックもあるよ。暖炉とか普通だな。もっとクリエイティブな脳をお持ちの方はいいアレンジができるんでしょうけど、私はあいにくテンプレ装飾しかできないのでね。あ、ここの紹介はもうちょっと待ってね。
そして実箱の構造、目をうっすらしてみると少し村人っぽくなるんですよ。ほんとだ、なんとなくそれっぽく見える。まあ適当に作った副産物ですけどね。やはりまぐれだったか。しかしシスターの方々の入り口はここではありません。こんなところに裏道があるんですね。じゃシスターじゃないですけど行ってみましょう。なんと、こんなところにはしごが。この世界の方々ははしごをさも当然のように登り降りできるという設定なのではしごも OK。 そしてここがシスターの待機場所。何もないぞ。着替えとか食事とかタバコとかお酒を飲むところですね。タバコとかお酒？実箱の教会、偽善教会で、裏では免罪符を売ってお金儲けをしているところなのであります。免罪符とかいつの時代の話だよ。でさっきのところから降りてここに着くということですね。この街、絶対治安が悪くなるな。ということで、今回はここまで。次回、何も考えていないので適当に考えてきます。何か案があったら言ってくださいね。